こんにちは、心理カウンセラーの高森です。細かいところが気になりイライラするっていうタイプの方っていらっしゃいますよね。これは悪いとばかりは言えないのは確かです。仕事としては非常に正確に丁寧にやるっていうことで周りからの評価も高いっていうことが多いですよね。ただデメリットも同時にあります。それは自分に負荷がかかりすぎるっていうことですね。これが慢性的にイライラするっていうことになってきますと、これは場合によってはうつ病のリスクが上がってきて、きつくなってくる、しんどくなってくるということもよくあります。もしその辺のマイナス面が生活に強く出てくるということでしたら、少しこの辺りを和らげていく、もう少しこう自分にプレッシャーをかけずに楽にしていくということが大切かもしれませんね。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。